キラのオーナーの小林と申します。で店長をやらせていただいてます、玉広也と申します。キラでスタイリストやらせていただいてます、山本です。キラでスタイリストをさせていただいております、山下美沙です。柔軟性が、うちの会社の強みだと思います。教育とかの面でも、やっぱり時代に合ってる、やり方っていうのがあって、うちの会社では教育動画のカリキュラムを作っていただいてて、空き時間とか、練習前チェック前とかに、各々で、自分でオンライン上で、動画でカリキュラムを確認することが、できます。何でも屋よりもやっぱこう専門店の方が強かったりとかけど、キラの中ではこう柔軟性っていうところで何でも屋が結構集まってる集団でも、こう例えばこうショッピングモールのフードコートみたいに、なんかこう専門がこういくつもこう並んでたら一つのビルとしては強いかなと思うので、そういうところも、まあ、何でもやらせてもらえる環境だったりとかであるんで、まあ、ゼロから作ることもできますし、もともとあるものを築き上げることもできる環境っていうのがキラの強いところかなと思います。ある程度人数いるんですけど、みんな結構それぞれこう推しのスタイルが違うので、まあ、結構お客様も見て分かりやすくて、結構こういうカラーがしたいっていう時にやっぱ自分に合ったスタイリストを選べたりとか、あとスタッフ同士でも結構やっぱカラーで分からないことがあったら、結構やっぱどうやってやるのかっていうのを他のスタイリストにこう聞ける環境がやっぱあるのが、すごいお互い成長しやすい環境だなっていうのが強みかなと感じてます。やっぱりこう技術のマニュアルもじゃあうちパーマのお客さんほとんど来ないのにパーマ必要なのかとかまあカラーも白髪染めほとんどいないのにマニュアルとして必要なのかとか、やっぱりその時代時代によってもちろん流行り廃りも出てくるし、まあエリアごとのマニュアルっていうのをしっかりなんか時代に合わせてこう新しいものをどんどん作っていけたらなと思って、結構頻繁にね変えていってます。こう自分のやっぱモチベーションがもうそもそも上がらないと、やっぱお客様にこうなかなかうまく接客だったりとか、やっぱどうしても手を通して多分通じてしまうと思うので、結構やっぱ休みの日にやっぱこう自分のやりたいことをこうやって、まあ次の明日からの仕事とかにまあこう気持ちを切り替えてやっぱ取り組んでいくようにしてるんですけど、まあその休みの日とかにやっぱ運動するのがすごい趣味で、まあホットヨガなんですけど、まあやっぱそういうのに行って体を動かして、まあストレス発散をまあさせるんですけど、なんかそういう休みをなるべくこう過ごそうと思ってて、まあなるべく外には出てるんですけど、そういう感じでこう、まあ、自分のこう言う言葉だったりとかにお客様にこう納得してもらえるような感じで作ってます。お客様とお話しすることが、とても好きなんですけど、その中で、まあ、ただ会話とかじゃなくて、やっぱ若いお客様には、その時流行っているものとか自分のマイブームとかを、聞いたりすることが多くて、まあ、トレンドとかってやっぱ追いかけようとしても結構すぐ入れ替わっちゃうので、やっぱ高校生とか大学生とかに聞いちゃった方が今何流行ってるかとかって、すぐ分かったりとか、その職業柄でのあるあるとか、あと髪色こういう感じじゃないとできないとか、そういうのもあるんですけど、まあ、他のスタッフとかにも、まあ、この職業の人はこんな感じらしいですよみたいな知識を集めることが、まあ、僕の中では結構その重きを置いているところですね。さっき言ったこう何でも屋ではなくて、その中でもこう専門店になるためにはこう自分自身の強みの技術だったりとか、推しのスタイルだと思うので、そこを確実にこうちゃんと確定させて、お客様にあこの人だったらこれお願いしたいっていう風に、まあ、認知してもらう、でそれがこう来てもらうきっかけになると思うので、技術だったりとか、接客サービスだと思うので、そこをこう一番自分のブランディングとして、もう絶対ブレさせないようにしているところかなと思います。同じキラの組織の中なんですけど、例えばハイライトを得意としている
ハイトーン得意としてる、ショート部分を得意としてるっていうような感じで、しっかりスタイリストがターゲット層をぶつからないようにうまく、振り分けてます。であとはそういう、ホームページとか会社の PV 動画撮影だったりとかもそういったところを狙って毎回作るようにしてます。私の場合ボブはかなりパツッてしたスタイルが多いんですけど、こう自分もこういうスタイルなので何が悩みかっていうのをすごいやっぱ分かってあげれるのがやっぱやりやすいなっていうのがあるし、短いスタイルだと多分短くてもこういろんな形があるのでその人に合ったものをやっぱ提案したりとかしやすいなっていうのもあるので、まあ元のきっかけはやっぱ自分が可愛いなって思うのがきっかけで、まあそこからやっぱこうどうやったらやっぱ最初ってやっぱどうしても下手くそだったので、まあたまにこう菅さんとかも勉強会とかしてくださるんですけど、まあそういう時だったりとか営業中やっぱ最初お客様いないのでまあ見させてもらったりとか、やっぱそういうのがあって、まあ、自分なりにアレンジした結果かなみたいなのはあります。自分のその相手がこう好きそうな話しやすそうな人柄に自分を変えてどんどん引き出していくっていうところで、やっぱり質問の仕方も選択肢を与えたりとか、やっぱどんどん話しやすい方向に持っていって、会話を盛り上げたり、その中でちょっとやりたいポイントとかを引き出してます。あ、なんかこんなところまで教えてくれるんだみたいなをお客様に何かしら絶対与えるようにしてるので、もう技術はとりあえず当たり前でプラスアルファで何かできるっていうところをしっかりこうお客様に与えて、まあ、この人が作る、まあ、さっきミサさんがボブとか言ってたんですけど、この人にお願いしたらこれがもらえるとか、この人にしかできない技術っていうのがすごく今こうお客様のニーズに対して必要なのかなと思って、普段美容師をやってます。こんなところまで説明してもらったの初めてですって言われたらちょっと勝ちだなと思ってて、そのお客様の中で今までこんな美容師さんに会ったことなかったって思わせれる、しっかりこの美容師の中でも差別化ができて印象に残ると思うんですよね。お客様にとっての〇〇で初めての美容師になるっていうのを心がけてます伝えてあげたりとか、もちろん自分はまだまだプレイヤーでは未熟なんでどんどんがっつりやっていかないといけないんですけど、これからは会社としてのこう選手層をどんどん厚くしていきたいです。お客様も私に会えるのが楽しみで、私もお客様とこう長く付き合って、まあ、結婚して子供産んでだったりとか、まあ、そういう人生を一緒に過ごしていきたいなと思ってるので、まあ、そういう美容師の未来を作っていけたらなと思ってます。会社としてこうどんどん成長していく過程がこうちょっと多分他のスタッフよりかは見えてるのかなと思うので、そういう人材をやっぱ増やしていきたいっていう、なんでそうすると多分必然的にこう下の子たちもちょっと人間力が他の美容師さんと違う感じで育ってくれて、やっぱ人についてくると思うんです、お客様も。だからそこからこう何かしらこうつながって派生していくと思うので、そういう人間力の高い、人たち、まあ、集団であり続けたいっていうところを今後キラーの中でたくさん作っていきたいなと思っております。資生堂みたいな会社、まあ、ざっくりですけどみたいな会社やりたいなっていうのがずっと言ってるんですね。要は物販もっていう土台があってとか、まあ、資生堂さんであればでそこにサロンがあってで、学校も持ってるじゃないですか。で、まあ、うちも会社としてじゃあサロンがまずあってで物販も5、6年ぐらい前から、オリジナルの商品出してロフトさんとかハンズさんとか、まあ、Amazon とかでも売ってるんですけど、サロン事業とはまた別の分野への取り組みだったりとか、まあ、サロン事業と物販事業と教育事業がやれたらいいなっていうのがまず目標としてあります。